2022年11月19日から20日にかけて、ウクライナ中南部のザポリージャ州にあるザポリージャ原子力発電所が砲撃されたとして、国際原子力機関 IAEA のグロッシ事務局長が、十数回の砲撃があったことを明らかにした上で、このような砲撃は全く受け入れることができず、砲撃の実行者が誰であろうと直ちに止めるべきだと強調して非難したみたい。ロシアであれウクライナであれ、発電所への攻撃は危険決まりないからね。どちらであるかは IAEA からすれば重要じゃないだろうしね。さて今回は、ザポリージャ原子力発電所にまたも砲撃があったことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国営放送タス通信によると、ザポリージャ原発を管轄しているとされているロシア国営原子力企業であるロスエネルゴアトムの幹部が、19日に12回と20日には少なくとも15回、ウクライナ軍による砲撃があったと述べたとされているよ。またその一方で、現在稼働中の原子炉で作業に当たっているウクライナの原子力企業エネルゴアトムは、砲撃がロシア軍によるものだとして20日に12回の砲撃があったとしていて、いずれの攻撃によるものか未だに判明していないまま、ザポリージャ原発は危機にさらされているってわけ。ザポリージャ原発はザポリージャ州エネルホダルにあって、6基の原子炉を持つウクライナ最大の原子力発電所で、ヨーロッパ全体から見ても最大規模の原子力発電所であり、世界においても3番目とされる巨大な原子力発電所なんだ。エネルホダルはドニプロ川ドニエプル川の広大なカホフカ貯水池の岸にあり、近くにはザポリージャ火力発電所などもあるね。エネルホダルはドニプロ川ドニエプル川の広大なカホフカ貯水池の岸にあり、近くにはザポリージャ火力発電所などもあるな。原子炉はそれぞれおよそ1000メガワットエレクトリカルの出力を発揮し、6基合計で6000メガワットエレクトリカルが発電可能で、フル稼働によってウクライナ国内にある原発全体の発電量の半分にあたり、ウクライナ国内の総発電量の5分の1を賄うことができると言われているんだ。ウクライナの原発事故といえば、1986年に発生したチェルノブイリウクライナ語ではチョルノービリ原発事故が記憶に残っているんだけど、放射性物質による汚染はウクライナ国内にとどまらず、ベラルーシ共和国当時は白ロシア共和国や、ロシア連邦当時ロシア共和国にまで及び、40年近く経った現在でも原発から半径 30km 以内は立ち入り禁止となっている他に、ホットスポットと呼ばれる局地的に高放射線が高濃度となっている汚染地域が100カ所以上点在しているとされており、これらホットスポット内では農業や畜産業などが禁止されているよ。もし、ザポリージャ原発の6基の原子炉すべてが同様の事故を起こした場合、放射線汚染地域はこの事故とは比較にならないほど深刻なものになるとされているよ。ウクライナ全土のみならずロシアも含めた周辺国にも被害が及ぶことは間違いないよね。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争では、3月4日未明にザポリージャ原発に対してロシア軍の砲撃があり、エネルゴホダル市のウルロフ市長が、ロシア軍の容赦ない砲撃によって、ザポリージャ原子力発電所が火事になっているとフェイスブックに投稿したほか、ウクライナのクレイバ外相も原発に火災が発生していることをツイッターに投稿していたんだ。この火災について、IAEA はウクライナ当局から原発の主要設備に対する影響はないとの報告を受けたことを明らかにしていたけど、4日午後にはウクライナ側がザポリージャ原発がロシア軍に占拠されたことを発表したよ。その後ロシア軍の監視の下でウクライナ国営原子力企業エネルゴアトムの人員が原子炉の運転を継続していたんだけど、その間にも原子炉近辺への砲撃などが続いており、国際社会でも原子炉の事故につながることが懸念されているみたい。2022年8月19日の衛星写真を解析したアメリカのマクサーテクノロジーズ社が、ザポリージャ原発について懸念すべき重大な損傷がその時点では見られないことを確認したとして発表しているが、その後もザポリージャ原発にはロシア軍ともウクライナ軍ともわからない砲撃が継続されており、IAEA は8月20日に現地に調査団を派遣することを決定して9月1日には調査団が到着したんだけど、
その日も砲撃があって原子炉1基が緊急停止、翌日には復旧するなど、不穏な状況が続いているよ。9月6日には IAEA による報告書が公表されたが、原発施設についてはロシア軍が管轄しているとされ、その時点では6基の原子炉のうちの1基がエネルゴアトムのウクライナ人従業員によって稼働中であるとされたね。ウクライナ国内でロシア軍が管轄し、ウクライナ人が運転するという複雑な状況のため、施設運用に関するウクライナ人の人員が限定される上に、ロシア側からの強い圧力のもとにあることでヒューマンエラーが起きやすい状況にあるとする懸念を IAEA が発表していて、IAEA では原発の周辺を戦闘に巻き込まれないようにするため安全区域に設定すべきであるとしているよ。なお、IAEA が現地を調査した際に、ロシア側が原発周辺に着弾したミサイルの残骸などを提示してウクライナ軍の砲撃であることを主張したけど、IAEA はロシア軍とウクライナ軍のどちらの攻撃であるかについては言及しておらず、双方に対し施設への攻撃は危険な火遊びは止めるべきだと自制を求める声明を発表しているみたい。この IAEA の報告書に対し、ロシアのラブロフ外相がウクライナ側が砲撃したとするデータへの説明が行われていないとして、ウクライナ軍の砲撃であることを報告に追加すべきとしているよ。その後の9月11日には、唯一稼働していた6号機の運転を停止したことが発表されて、11月20日時点においても全ての原子炉の運転が停止しているね。また、11月2日にエネルゴアトムが発表したところによると、ザポリージャ原発がロシア軍による砲撃を受けて送電線が損傷したため、外部から原発への電力供給が完全に喪失したことを明らかにしていて、非常用のディーゼル発電機によって停止している原子炉や燃料プールなどを冷却しているとされているんだけど、ディーゼル発電機用の燃料が15日分しかないことに危機感を示し、ロシア軍に原発が占拠されていることによって施設の安全確保が難しくなっているとしてロシアの行動を非難しているんだ。これに対して、ロシアのプーチン大統領の最側近の一人であるパトルシェフ安全保障会議書記が3日、ウクライナ軍はザポリージャ原発に対して、西側から供与された兵器を使って砲撃し続けており、このままでは大惨事を招きかねないと主張して、ウクライナと支援する欧米諸国を批判したよ。お互いの言い分は変わらず平行線ってわけだね。11月21日時点において、ザポリージャ原発からの放射線漏れが発生したとの報告はないんだけど、今の状況が続くことによってかつてないほどの大規模な放射能汚染事故の発生が懸念されており、国際社会が成り行きを見守っているよ。インターネット上では、どちらが攻撃をしているのか判明しないことに苛立ちの声が上がっているが、国土が将来にわたって放射線汚染されることになるウクライナ軍が攻撃する道理はないとの意見が多く、占拠しているロシア軍が、自分が攻撃されていると喧伝することでウクライナ軍の原発への接近を妨害しようとする偽旗作戦であろうとの見方が出ており、その上でザポリージャ原発への攻撃がロシア軍かウクライナ軍のどちらかであるかについては問題ではなく、そもそもロシアが原発を攻撃したり占拠したりしていなければ放射線漏れの懸念は生じていないと指摘する声が多いよ。またインターネット上では、先日ウクライナ政府の高官が発表した、侵略開始以降のウクライナ民間人の死者が8000人を超え、負傷者も1万1000人を超えたとの報告を受け、実際にはこれをはるかに上回る犠牲が出ているはずであるとの指摘があり、侵略を決断したロシアのプーチン大統領が、1日も早くウクライナの併合を諦めて撤退することを望む声が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。